おはようございます。それでは始めます、厚生労働委員会は一昨日ですか、ね、委員会の中で、初めて審議入りをしたんですが、その時に、これも職権で我々が公明党の修正案がされ、内閣として与党としてどういう見解なのかを含めて、はっきりと統一した見解、とりわけこの法案を修正せざるを得ないということは欠陥があるということを認めなさい、そして、自民党もどうそれに対してどういう対応なのかということを含めて明確にしなければ法案の審議ができないという主張をしておりましたけれども、遺憾ながら職権で立てられました。我々はしっかりとしてそれならば委員会などでしっかり推移をしようということで臨みましたが、その中で、この法案の根幹中の根幹の一つであります、派遣労働の固定化、継続化というか、いろんな職場の中でこれは派遣が臨時的一時的にお願いするという仕事からずっと派遣という仕事に変わることを促進させるのではないかというのは大変大きな懸念であります。そのことを、歯止めするときに労働組合の意見を聞くという項目がどれだけのチェック機能が抑止力があるのかということを、これはこの法案の根幹でありますので話してまいりました。厚労大臣は労働組合がノーと言えばそれを無視してやるようなことは監督官庁として指導するものだという趣旨の発言を本当にそうですかと何度も正した中で答弁をされました。それならば大きな抑止力が働くということになるということでありましたが、翌日になって翌日だとその日中か、ね、紙切れ1枚役所が出てまいりました。分かりやすく説明するという意図で答弁したが、言葉足らずで誤解を招く恐れがありますので統一的に今後は答弁します。あなたたちは理解度が低いから分かりやすくいろんな言葉を使って説明してあげたけれども、よかれと思ってやったことでどうも誤解している向きがあるので、理解が不十分だからちゃんとこの紙に書いて言ってあげますという紙が出る。総理、そして大臣の答弁、委員会の答弁は役人が書いた紙切れ一枚で理解です。あの質疑は何だったのか、質問者は本当にそうなんですかと何度も聞いて、そして言葉を変えて説明されたことの趣旨と全く違う、我々が一番懸念していた形式的な手順さえ踏めば永続的に職場に派遣の職場が固定化する、そしてそれは多分拡大しているということをが明らかになったと同時に、この根幹のことに関して大臣が現場ではしばしば役人と打ち合わせをしてと質疑時間が質疑が中断するという集大までさらしたということは全く理解をされていない。そういうことであれば、本来ならば、この修正案を含めて出し直しが筋であるし、本当に徹底して審議をしようということで臨むと同時に、このことは紙切れ一枚で済むものではないので、謝罪、撤回、修正、そしてこのことに対する追加的、これ全部時間が無駄になったので、追加的な質疑をする。いうことをまずやりましょうというのを昨日来今日も主張いたしましたが、委員長が昨日一切そういうことを聞かずに、しかもいきなり総理を入れた質疑をしたい、トータルの質疑時間をどれぐらい取ろうとか、参考人や公聴会とか今どうするかという全体のフレームを全く示さずに総理を入れた質疑を明日やるということを職権でお決めになりました。
職権の結果出てきた厚生労働委員会への、まあ、要するにクレームのテーブルですね、これは内容、案件は質疑って書いてある。時間枠もわからない。質疑。もう一つが内閣総理大臣に対する質疑2時間という委員会の9時からやる。そしてそれ以降、民主党さんはどれぐらいの時間にしたいから質問通告をしてくださいとかいうお話はゼロでした。何時間やるのかわからない委員会を職権でセットして、そして当然ながらこんな委員会開けないじゃないかと、どうして質問するんですかと、ましてやるべきでないという主張に対して、突然こういう時間割の表が出てきました。後でまだお配りしますが、ここにですね、与党提案と、与党の理事が、こういうのでやってはいかがですかと、うちはマッターがこういうふうに決めますから、時間割も全部配分したのを与党が提案した。で、委員長が、これはどう言われるか知りませんが、これはいいなと、これでやろうとおっしゃった。委員長は、与党が言われた、我々には一切質問時間割も何も示さずに、反対するなら職権で決めただけではなくて、質問決めたらですね、こういう時間割にするかということも決めてない。だから質問してください、通告もしてくださいとおっしゃらずに、与党は自分らだけは用意してですね、こういう人の欄は空白にしたものでやりたいと言われたら、あ、これでやりましょうと言って開会したというのが、今回の顛末であります。もう、この委員会の異常さ、法案の中身も、閣僚も、委員会も、委員長も、役所も、これだけ瑕疵のあることを重ねているとは、前代未聞の状況ではないかと、私は思います。そういう意味で、今日、10時から野党国対委員長を開きました。そして、こういうことは本当に許し難い暴挙であるということ、改めて、法律の根幹に関わる大臣答弁の今朝何か訂正されたようななんかことを、それも中身がうんぬんではなくて、なんか誤解を招くかもしれない、同じようなことを言っていただきました。誤解を招くんじゃないんです。全く違う答弁をされた法案の中身が。確認をしてますから誤解ではありません。そういう中途半端なことだけを我々抗議する委員会で述べておられましたが、改めてこの問題をきちっと大臣から説明していただいて、修正されたいなら修正していただいて、お詫びしていただいて、我々がきちっとのことを確認させていただくということから始めるべきであり、そしてそんな段階で、しかもトータル参考に及ぼうとか公聴会どうしようかという議論もなく、総理が入った質疑なんてありえないという認識で一致をいたしました。今日そういう意味でこれから開かれ、まだ開かれている委員会が通常で開くことには認められない、まして総理質疑は認められないということで、統一した行動ということも確認をいたしましたと同時に、こういう背景の中で極めて異常な国会運営をしておられるということで、今自分方を通じて、代理を通じてから与野党国会委員長会談を申し出をしております。早ければ、12時前後にでも大体ということで今申し出し、時間調整中であります。なお委員会異常な形で、与党質問をやっているようでありますが、終わった後、理事会をやりたいということの運びのようであります。これには参加をして、こういう委員会が厳重に抗議することも再開しないようにという抗議をするためには、そこへ行くことにしております。以上です。はい。それでは質問のある者は挙手でお願いします。
なんで。極めて異常な国会運営ということになりましたけれども、報道委員会以外の他の委員会による経営を受ける可能性というのはあるでしょうか。答弁者が必ずはこの発端となったが、まあ、特に大臣の間違えたとおっしゃっている答弁の問題を、この委員会にヘリをつけることを求めてまいりたい。対応次第では、国会運営トータルに支障をきたすることになり、なってはいけないことを懸念をいたして、誠意ある対応を求めます。話なんですけども、委員長、可視というふうにもおっしゃってますけれども、委員長の責任について、まあ、責任の追及の仕方についてはどうですか。まあ、どう、大変間違ってました。今日なかったことにして、また来週からしっかりやりましょうと言われれば、まあ、回春の上位というとね、まあ、罪に答弁であるかもしれませんね。これからですね。前も申し上げたりもしましたが、この頃ですね、なんかサッカーなのか野球なのかアメリカンフットボールなのかよくわからないという人と、イエローカード2枚になったら2アウトだという、まだ終わらなかったのに、普通だったらレッドカードですよね、というのが2アウトになって、多分3アウトになったら、アメリカンフットボールだからあとフォースクォーターが残ってるみたいな、フォースダウンになるみたいな、けじめをつけない、責任を取らないということは意外にしてほしいという。立憲の浅田です。与党側はもしその野党が欠席を続けるようならば、その今日の採決というのもまだちらつかせているようなんですけれども、まあ、採決という今日に出た場合はどのような対応を。そんなことはありないでしょう。今野党全党は欠席というような状況だと思いますけれども、それも今の選挙は継続するということで確認したということでいいですか。こんな状況ではとてもないが出るような委員会ではないということは先ほども確認をしました。はい、何かありますか。国会改革のいろんな議論が出てて、質問通告はできるだけ早めにして、答弁書を書かれるスタッフの皆さんに恥の負担がかからないようにということがとても大事でした。これ今日これで出てきて質問しろと言われたらどうしたらいいんですかね。よろしいでしょうか。よろしいですか。いや、はい、終わります。